はい、こんにちは。グランピーです。ジョース。はい、グランピーにですね、はい、また楽しい自由な自転車がですね、また1台。また入れたんですか。入ってきました。グラベルロードバイク。もう究極のグラベルロードと言われた一つ。いや、正直言って、すでにグラベルロードいっぱいあるじゃないですか。ありますあります。リドレーもありますし、ありますキャノンデールもありますし、青なんかのチャプター2とか。チャプター2もありますね。その他黒森系の、はい、まあ、サーリーもしっかり。はい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 、それはもうさぞかし違うんですね。面白いやつが来ました。だから入れる価値があったってわけですね。そういうことです。で、これ一体何かというと、はい、オッゾという実はメーカーなんですよ。まだキャノンデールみたいにですね、すごい大きいブランドではないので、ないけど、はい、知ってる人はまだまだ少ないかもしれないんですけども、内容を見たらですね、素晴らしいものが詰まってるというところでございます。まあ、でもこれあれですね、オッツォは知らなくても、はい、ウルフトゥースは知ってるっていう人は。あ、そうですね、チェーンリングで有名なんですけれども、ウルフトゥースというパーツブランドがあるんです。はい、で、そのウルフトゥースの、スピンオフ的に、登場したのがこのオッツォという、ブランドになります。はい、でウルフトゥースって、まあ、もともとですね、大きな変速機のメーカーが作れないようなこうニッチだけどすごいこれが欲しいっていうのを作り始めたところから、チェーンリングですね、フロントシングルチェーンリングから始まってきてるんですけども、今度は自転車のフレームの方に、まあ、力を注いでるというところでございます。多分あれですよね、ヘッドパーツとかその辺のエンドの金属系のやつも、はい、多分ウルフトゥース、ね、ウルフトゥースですもちろんです。自社製って感じですよね。はい、ここにウルフトゥースの狼のマークがしっかりとついてますし、はいはい、フレームに付属するシートクラップですね、これもウルフトゥース、はい、で、ヘッドの方、ヘッドセットもスペーサーもウルフトゥースと。スペーサーは何も書いてないですけどヘッドに書いてあるですね、はい、これ重なるところに書いてるんで見えないんですよ。なるほど、はい、これリッチは今仮でちょっとつけてるやつですね。はい、はいはい、そのオッそのグラベルロードバイクがこのワヒーラというモデルになります。で今回はですね、このワヒーラについてちょっとお話ししていくというところですね。はい、じゃあ早速いきましょうか。何が違うんですか。ですね、このワヒーラいくつかのポイントがあります。はいはいはい、で最初にその 大まかなそのポイントをお伝えしまして、次に細かいところをちょっとご紹介していくという感じにします。はい、まず一つ目はですね、ジャイアントクリアランスと。ジャイアントクリアランスですね。はい、タイヤクリアランスが非常に広いというのがこの特徴になります。はい、マックスがですね700の、52ですね。で 650B700 両方に対応するという、なるほど、タイヤクリアランスになっております。でこの52というのが、まあ、大体29の 2.1、はいはい、まあ、2.1 インチぐらいの幅なんですけど、よくよく見てください、あんまりないんですよ。あんまりないです。最近ちょこちょこ増えてきたかなと。あんまりない。リドレーのアドベンチャーも51、はい、あれは50ちょうどぐらいです。そうですね、52やったかな。52、まあ、はい、同じぐらいって感じですね。はい、ただですね、はい、このワヒーラが実現しているポイントがですね、もう一つあるんですよ。はい、それがフロントダブルなんです。フロントダブル、フロントダブル、はい、だんだんこうタイヤのクリアランスを広く広くしていくと、フロントダブルのインナーですね、インナーチェーンリングが入る隙間がもうとてつもなく狭くなっていくと。いや、マジでここの設計大変、はい、なんですけど、こいつはもう実現しちゃったと。はい、なんで他のブランドで例えば52許容できますよっていうところがあっても、フロントはシングル専用となっていることが多いんですよ。まあ、リドレーはシングル専用だった。リドレーはシングルですね。はいはい、そっちで、まあ、リドレーの方はメリットがあるという、考えのもとで作られているんですけども、ワヒーラの方は両方フロントダブルもシングルも使えますよという、作りになっています。ここがですねちょっとポイントになりますね。まあ、1台しか知らないですね、こうワヒーラ以外やったら。チャプター2の青、青もですね、ダブルいけるんじゃないですか。ダブルいけるんですけど、タイヤクリアランスが全然違います。マジっすか。はい、52は履けないんですよ。履けなかったですか。はい、というのがまずポイントの一つ、ジャイアントタイヤクリアランスっていうところですね。なるほどです。でこれ公式、これ
もっとこう突っ込んだ話をしますと、はい、公式ではですね29の 2.1、うん、要するに52ぐらいまでとされてるんですが、実はもう少し入るというあの説明もですね別であるんです。はいはい、ですね、まず 650B、の場合、はい、最大57、はいはい、まあ 650B だったらちょっと分かりますね、はい、で700、はい、最大57、これはですね推奨じゃないんですよ。まあ正直あの、はい、ちゃんと使えるかっていうとちょっとあれかもしれないですね、はいはい、ただそのタイヤってブランドによって若干こう広いの狭いのが同じサイズでもあるので、うん、あの全部が全部っていうわけじゃないんだけども、ある一定の条件を満たせばそのさらなる上50人を超えるタイヤも装着できますと。まあスリックとかだったらまだいいかもしれないですね。あ、そうですね、スリック、まあ、あるかどうか知らんすけど太めのそうなんです、はい、っていうのがそのワヒーラの面白いところですね、うん、で、まあ、問題なく使おうっていう場合はもう公式の最大クリアランスにしておいた方がいいかなとは思います。まあ、やっぱりあれですよね、外周でかい 700C で太いタイヤが正義って感じしますね。なるほどじゃあそれを実現するためにはどうしたらいいかというポイントで、タイヤクリアランスの次、はい、これです。なんすか、ここ。なるほど、実はですねこのチェーンステイ、調整ができます。ジオメトリーをいじくれるよっていうのがこのリアエンドになりますね。なんか1センチ前後できるみたいな感じですか。これがですね、はい、20ミリ2センチ前後できます。前の方にこの軸をですね持ってくると、はい、チェーンステイ長ここからここまでが420ミリ、はいはい、で後ろの方にセッティングすると440ミリという長さになります。まあ、これだけ違うとですねだいぶ乗り心地変わります。あのシクロクロス車だったら、はい、まあ、大体この前の420ぐらい、うん、でロングライド、ツーリングだったらこの長い方、うん、っていうぐらい味付けが変われる部分でもあるんですね。でこれを変えることによってさっきの太いタイヤ、700C650B の太いタイヤにこう対応させることができるよと。え、じゃあ一番近い状態だと 700C の52は使えなかったりするんですか。52はいけます。52はいけるけど、はい、57とかになると難しい。難しいです。なので 700の57を使うなら一番バックですね、はいはい、後ろ側にセッティングした状態で使うと。で、650の方は逆にですね前にセッティングした状態で使うと。要するにここのタイヤが入るところのクリアランスがちょっと広がってるんで、ここにフィッティングするように使ってあげるという感じです。でもっといきますと、はい、この、チューニングチップっていうんですけど、ここのパーツ実はですね別売りでさらにもう一段階調整できる場所を増やせます。はあ、それが両方のバランスを取ったど真ん中、なるほど、430ミリのところにセッティングできるという感じです。さすがあれですね、ウルフトゥースだけありますね。ウルフトゥースあの自分で作れるんで、もう自由自在。あ、もう自由自在です、ね、あれもありましたよね、なんかチェーン落ちを防ぐ。あ、そうですね、ここねフロントシングルにした場合こう上からこうチェーンキーパーというやつですね、うん、いうのも作れると。で、はい、これをすることでもう一つですね変化が起こります。はい、何なんですか。それが BB の高さです。はい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 、最大この前にした場合と後ろにした場合で、はい、BB の高さ4ミリ変わります。はいはいはい、4ミリってこんなんやんって思うじゃないですか。でもじゃあやっぱりちょっと違うと。違いますよ、あの上下の4ミリはでかいっす。でかいでかい、本当にでかいっていうのがここで自由に触れますよっていうのがこの、はい、ジオメトリーの調整機能というものになります。なるほどです、はい、これが2つ目ですね。はいで、3つ目、はいはい、がさっきの、はい、変速機ですね、はいはい、フロントダブル、フロントシングルにこのワヒーラ対応するんですけれども、はい、実は DI2、はい、要するに電動変速も機械変速も対応するというのがこの特徴になります。なるほどです。あの最近だとフル内装にすると機械式、はい、どうしてもこうワイヤーのルートが厳しくなって使いにくいというのもあるんですけども、これは両方に対応できるように気持ちよく通る抵抗が少ないようなワイヤールートになってるよという感じですね。 なので好きなコンポーネントをもう好きなように付けることができるという感じです。
なので両方に対応した電動のケーブルの出す穴、もしくは、機械式のケーブルが出てくる穴がそれぞれ用意されています。やっぱ僕この辺やっぱ気になりました。 BB、はい、BB、 BB はですね、これ後ろにですねセッティングしやすいような工夫がされてるんです。何かあるんですか。ここのですね後ろにこうカバーがあるんですね。おお、ちょっと待ってくださいね。ああ、まあ結構よくある方式ですね。はい、だからフル内装ではないんですよ。よいしょ。通常はこういうカバーがない場合は一回もう BB 全部取ってからやらないけんのですけど、これは BB の外側をカバーで覆ってくれてるんで、よいしょ。これはもう見るからにやりやすそうですよね、はい、こんな感じですね。なんでフレームの上からワイヤーを通したらここからこう出てきて、後ろの方にこう自分で調整することができるよというような機構になってます。はい、BB の規格もいいですよね。規格もいいです。あの 68mm の普通の BB ですね。そのまま島田のフローテックバシッとさせる、はい、そこも言っておきたいポイントなんですよ。そうですか。あのタイヤ幅がどんどん広くなっていくと、はい、この BB 幅どうしても広くしないとチェーンリングが当たるという問題があるんです、はい、なのでマウンテンバイクのクランクを使ったりするんですけど、うん、このワヒーラに関しては全部ロード規格になってます。なるほど。なのでロード、グラベル両方のパーツが使えるような、うん、セッティングになってます。そこもですね、いいポイントですね。はい、という感じです。はいはい。で、もう一つですね、グラベルロードバイクにはなくてはならないもう必需品となってきつつあるのがこの部分。なんですかそれ。ドロッパーポスト。大事大事です。ドロッパーポストにももちろん対応しているので、インターナルですね、ケーブルを下からこう通すタイプの、はい、ケーブルにスパッと決まるようになっております。なるほど。はい、というのがですね、はい、まあ、ざっくりとした、内容でございます。で、今度はですねちょっと詳細を、はい、見ていこうと思います。前からいきましょうか。何でしょう。まずですね、このワヒーラ非常にダバ穴の数が多い自転車であります。ですのでレースで勝ちに行くというよりかはもうバイクパッキングで旅をするでもいいですし、近くにサイクリングに行く、荷物を乗せる、何でもオールマイティにこなすグラベルロードバイクという感じでございます、うん、なのでこの横にですね、まあ、定番となってきている三連ダバ、まあ、もう最近のやつついてますよね。ついてます。で、内側にはフルフェンダーが装着できるダボ、うん、で結構特徴的なのが、はい、この左側のブレーキのルーティンなんですよ。これはですね、僕初めて見ました。何なんですか。これ何かというと、これ外通しなんですよね、はいはいはい、カーボンフレームのフォークって中にワイヤーが入っていくことが多いんですよ、ホースワイヤー類が。でもこれ外なんですよ。これもうあれじゃないですか、もう俺もうなんかちょっと時代遅れなんじゃないですか。違うですか。違う。これはとあることを意識してるからこそこの形になったと思います。何ですか。これはフロントフォークを変えるっていう。なるほど、はい、確かに書いてありましたね、はい、長さが。そうなんです。実はこの、はい、ワヒーラはフロントサスペンションを前提に考えられたグラベルロードなんですね、はいはいはい、でこれもし外に通らずに内側にケーブルが入ってる場合、フロントのブレーキのホースがフォークの中に一回入ってしまった場合、例えばここからサスペンションを入れたいと、いつもはリジットフォーク使ってるんだけどちょっと今度オフロード行くからサスペンション入れようっていう時にホース一回切らないといけないんですよ、うん、油圧だったら特にめんどくさい。めんどくさい。でもこれやったらここに結束バンドをつけてるやつをプチッと切るだけ、うん、でフォーク入れ替えてもう一回なんで手間が非常に少ないんです。素晴らしい。素晴らしいです。なんで、はい、もうこのフォークを作った時点でサスペンションにしたりリジットフォークに戻したりっていうのを前提に考えられているというのが、特徴ですね。もうリジットフォークだけだったらもう素直にこうインターナルになってると思います、うん、フレームもインターナルなんでここ、うん、それを見越して作ってるっていうのが非常に、いやあれですね、さすがですよね。さすが。なんか大手じゃようやらんことをやりますよね。なんでこれ最初見た時一体何だろうと思いましたね、はい、でそのフロントフォークのこの考えを、理解していくと、あ、なるほどな、そういうことやったかと、うん、尖ってるな。尖ってます。尖っております。いやでも僕も
この方がいいなと思ってたんで。そうですね。カーボンであんまり本当に見ないんですよ、うん、ほとんど中を通るっていう感じですね。もうなんかもうとりあえず中入れようとするんで、もうこういう不便で不便で。そうなんですよね。はい、はい、という感じです。で、まあ、グラベルロードでも今、まあ、主流になってきてるトップチューブですね、はいはい、ここのダボ穴も今ついてまして、で、ダウンチューブの3連ダボですね。後ろは、うん、あ、後ろにもありますね。この下ダウンチューブの下にも3連でありますね。はい、3連であります。なので荷物ももうここら辺に積載で OK、うん、でシートチューブは2つと、はいはい、これ3連になったらですね、今度ドロッパーが引っかかるようになるので2連の方がいいと思いますね。うん、そうですね、はい、という感じです、はい、で、まあ、フロントディレイラー、チェーンキーパー取り付ける穴があって、で後ろの方に行くと、そしたら、フェンダーのダボ穴があって、まあ、ワイヤーはこの中からピクピクと出てくるよっていう感じですね。でフェンダー結構重要なのがこのシートステイの付け根なんですけど、ここにもですねネジ穴がこう切っておりまして、ここに直付けでこう止めることもできるよというような仕様になっております。結構後ろはシンプルですね。後ろはシンプルですね。キャリアとかそういうのは考えてなさそうですね、はい、キャリアはですね実はこれいけるんですよ。いけるんですか。これちょっと今からご紹介する一つなんですけども、パーツがですね実はこのウルフトゥースのワヒーラいっぱいあるんですよ。で、まあ、もちろんこのネジも全部ついてくるんですけども、ですねちょっとお待ちくださいね。これですね、後付けのパーツでこういうパーツがあるんです。なんすかそれ。お玉ジャクシみたいなやつ。お玉ジャクシ、はい、これをまあここにこう装着するとそうすると横向きのネジにこれを変換できるんです、はいはいはい、そしたらここからアクセサリー類を装着できるようになると。なるほどです、はい、いう感じですね。で、オールドマンマウンテンの、はい、リアラックを使えば、まあ、この軸ですね、軸を使って、ここのシートステーに直付けでこうバンドで固定するので、はい、まあまあラック類も全部、うん、今はもう対応できるようになっているという感じです。なるほどです、はい。まあ、でもつけるならオールドマンのラックがいいですかね。それがですね、はい、そうでもないですか。これがですね面白い情報をゲットしたんですよ。このワヒーラ、はい、すごい面白いのがオッツォの公式ホームページに、はい、このラックいけますっていうのが書いてあるんですよ、はい、どういうことやねんと。こんなん見たことないですよ僕、まずですねラック、トピーク、はいはい、ユニスーパーツーリストデラックスリアラックこれ OK ですよ、はいはい、でブラックバーン、アウトポストリア、ワールドツーリングラック OK ですよ。でオールドマンは、ディバイドフロント、ディバイドリア、エルクホーンフロント、エルクホーンのリア両方いきます、セット。なるほどす、まあ、すごい素晴らしい。ここまで書いてくれてるなんてもうさすがです。で、フェンダーのコンパーチブルフェンダーも書いてると。お、はい、これはグランピーでは今、定番では置いてないんですけど SKS フェンダーですね、スピードロッカー、で S ボード&S ブレード、コミューター2という感じで、うん、まあ、その対応できるアクセサリー類までこう意識してくれてるというのは素晴らしい、うん、ブランドやなと僕は思いますね、はい、そんな感じでございます。はい、というのが、このオッツォの、ワヒーラシーという感じですね。もともとこのワヒーラってスチールモデルやったんですよ。そうですね、はい、で途中から、カーボンモデルにこうマイナーチェンジしまして今のこの形になったと。なるほどです、いうところです。はい、なんでタイヤのクリアランスはもう今のグラベルロードのさらに先、ちょっと行って、まあ、より太いものがこう対応できるようにロードバイクのパーツを使いながらもなってるよというのが非常に大きな特徴じゃないかなと思います。でこの前開催されてたアンバウンドグラベル、はいはい、グラベルのすごい長いイベントなんですけども、そこでもですねだん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 年数を追うごとにタイヤがみんな太くなっていってるんですよ。そうですね、はい、で今がだいたい40から45が一番多いと、うんうん、で徐々に声が上がってきてるのがそれ以上だいたい50前後ものタイヤもそろそろ欲しいんじゃないかという話も出てきているので、まあ、今から、まあ、現行のタイヤはもちろんフィットするんだけども今後もし新たなるタイヤの事情の変化が起こった場合にも対応してくれるっていうのがこのワヒーラ
になります。普通に僕も50欲しいです。50が欲しい。でかいの欲しい。トップストーンは50は入らないのか。入らなかったですね。なるほど。47とかまでやったりしますね、うんうん、なるほどね。あ、そうで、はい、サスペンションですね、はい、フロントサスペンションも今あの各メーカーだいたい50までなんですよ、はいはいはい、タイヤクリアランスが。なのであのそのあたりの、タイヤまでは今後カスタムアップしてもこう十分対応できる、うん、ものになってきているので、まあ、この広いもクリアランスっていうのは結構見どころがあるかなと思います。はい、という感じでして、このワヒーラですね、はい、フレームで、販売しております。で、フレームセットの、価格が、429,000円に税込みってなります、うん、で付属品としましてはこの、スペーサーでヘッドセットで、まあ、前後のスルーアクセルと、シートクランプとで、まあ、これがこうつくというセットになってますので、はい、ヘッドセット代はちょっと浮くかなとは思います。なんかスペーサーがこうこんなおしゃれがついてるのは珍しいですね。そうです、はい、ウルフトゥース、ここもあの一緒についでに言っちゃいますけど、はい、あのウルフトゥースのですねヘッドセットとスペーサー非常に精度がいいです。びっくりしたっす。で、はい、あのウルフトゥースのぜひホームページにですね会社案内をしている動画があるんで、それちょっと見てほしいんですよ、はい、むちゃくちゃでかいっす。ウルフトゥースがちょっとビビったウルフトゥースってこんなでかいんやと思って。いやもうなんかそんなでかいですか、はい、僕はですねちょっとビビったですね。僕はあのちょっとこうガレージブランドのイメージがあったんですよ。僕もそんな感じの雰囲気を受けますよ、はい、2013年にそのチェンリングができたばっかりなんで、はい、あのメーカーとしてもですね、なんでまだ10年11年ぐらいか、はい、なんですけど会社がでかいっていうのは実は、はい、ちょっとびっくりした。あんなガレージ感出しつつあのバックボーンがすごそうっていうのはあのもうちょっとですねあの勉強せなあかんなと思いました。そうですね、はい、まだまだウルフトゥースのことを知らないと思ってですね、ちょっと今あのドロッパーポストもですねここに今からこう装着するやつがあるんですけどですね、はい、ウルフトゥースの、まあ、それもですね非常に素晴らしいんですよ、まあ、それはちょっと別の機会で置いておきましょう。でこのフレームはこれからどうなるんですか。これからですね、はい、一応あの店頭展示車として、組み立てていく予定でございます。あ、西上さんが乗るやつですねそうなんです、まあ、速い自転車ばっかりじゃなくて、はいはい、おかずライドみたいな、そうですね、ちょっとこうクッカーを乗せて、走りに行ってご飯を食べるっていう自転車がいるということで、まあ、ワヒーラに手が上がったという感じですね、うん、確かにあの肝臓ファストっていうあのめっちゃ速い系のやつ乗ってますもんね、はい、そうね、速い系でもいけるんですけど、いけるんですけど、もっとこう気を緩めていけるような感じ、なんかあれですね、はい、確かに大事です、はい、ということでございまして、はい、オット、グランピーでも取り扱っております。で、ワヒーラのこの C ですね、はい、これ今店頭に、展示中でございますので、ぜひ見に来てください、はい、あのほとんどですねまだオッツォって置いてあるお店さんが少ないので、はい、あのぜひですね広島にお越しの際、まあ、遠方からでもいいですしちょっと見に来ていただければと思います。もうちょっとしたら乗れるようになっていると、うん、楽しみだな思います、はいはい、もちろんあの販売も、しておりますので、はい、あの在庫等々はぜひ、聞いていただければと思います、はい、ちなみにこれは S サイズですね、はい、まあ、ちょうどいいかな、はいはいはい、では、今回は、オッツォの、ワヒーラ C の、ご紹介でした、はい、以上で終わりましょうか、はい、おはようございます、はい、ではまたよろしくお願いします。組んだらまた紹介します、はい、楽しみです、はい。